よく映んないから後ろがちょっと光っちゃってよく映んないかな。こっちならわかるかな。原宿似合ってる。マジっすか。原宿似合ってるか。でも原宿って確かに汗やば。独特なファッションの人たちがいるわけじゃないですか原宿って。ある意味これ完全に原宿系ではあるのかもしれない。独特なファッションの人の集まりじゃないですか結構、YouTuber目指すのは人真似は一番デカキンとかどうなるんだよ。お、閲覧伸びてきたよ。850、閲覧1000は行こう。1000は行こう。あ、でもやっぱ新規リスナー来てるわ。全然違うじゃん。だって24分ぐらいでもう4200超えてるじゃん累計。とどまってないだけで新規リスナー来てるわ、24分ぐらいでもう4300ぐらいいってるじゃん。4300いってる。とどまってないだけだみんなが。累計はなんだかんだ伸びまくってる。お、でも、お閲覧900いくよ、900。みんなとどまって、とどまって、閲覧せめて1000は行こう、1000は。とどまって、とどまって。いや、キャスなんかもう久しぶりっていうか、ほとんどやってないからね、みんなとどまれ。おー、できない。え？なんだ今の人。今古事記マーンって言ってなんか通らなかった。俺が昔昔ってかちょっと前に新宿で古事記マーンとかって古事記マーンっていうのやってたんだけど、もしかして今のリスナーなんじゃない。新宿で古事記 T シャツを着て古事記マーンとか言いながらペプシマンみたいに走ってたんですよ。リスナーだろ今の絶対。てか靴紐がほどけたんでちょっと靴紐を結ぶ。靴紐を結びます。やべ、汗で髪の毛濡れちゃったよ。汗で髪の毛濡れちった。やべ。おー、閲覧900いった。とどまれみんな、とどまれ。1000は行こうせめて。とどまってくれ。もう一回滝下通りを歩きます。配信お疲れ様です。あ、お疲れ様です。配信お疲れ様ですって言われた。あれもリスナーかな、あれもリスナーかな。配信お疲れ様ですって言われた。俺のこと知ってたのか知らないのかは知らないけど、すごい外国人の人にすごい見られてる。あー、なんでとどまらない。ほら900割っちゃったじゃん。もうゆっくり歩いた方が話しかけられる。確かにゆっくり歩こう。ゆっくり歩こうか。めっちゃ見られた。めっちゃ見られた。見られてはいるんだけど、見られてはいるよ。じゃあ見るでしょこんなの普通に。もうちょいゆっくり歩くか。
ゆっくり歩きます。確かに早歩きって声かけにくいからね。髪の量が足らない。ちょっとね、汗でね、髪の毛がまとまっちゃってるから余計だよ。汗で髪の毛がまとまっちゃってる。確かに痩せたかも。いや、マジで痩せたよ。だって59.6kg になったよ。 66.5kg から 59.6kg になった。 7kg 痩せたんだよ、ものの多分10日ぐらいで。あー、高広川だからお茶枠100、オメガ、オメガ、オメガ、アラブド、石油王、イドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソボダイ、アーダッス、アーダッス。あれ、警察が来たんだ。大丈夫かな、大丈夫か。あ、今ヒカルさんって言わなかった？今言われたよね、今言われたよね。あれ空耳かなと思ったけど今言われたよね、入ってた、言われたよね、言われたよね。もう帰っていいの？じゃあ俺帰りましょうか。俺もうちょいやる。でも一応帰るフラグはもう、あ、またヒカルだって言われた、また言われた。ほら今入ってた、今マジで言われた、言われた、聞こえた、入ってた。まあまあもう帰れるね。でもまあもうちょい、もうちょいやろっか、せっかくなんで。言われるまでって書いてるの。俺保険でね、声かけられるまでとは書かなかった。保険で言われるまでって書いてる。いやだって言われないのに帰ったらみんな詐欺だとか言われそうだから、一応保険をかけとく。まあでももうちょい、もうちょいやってみようか、せっかくなんで。なんか痩せた、そう痩せました、マジで短時間で7キロぐらい痩せました。何ダイエット、失恋ダイエットと、あと野菜と豆腐とか食って、うん、あんまり飯食わないダイエット。失恋ダイエットで、あの食欲とかなくて飯食わなかった、全然食えなかったんですよ。でプラスなんか眠れなくて、だからまず飯食わないとカロリーをまず摂取しないな。でそれでいて寝ないと、あの寝てる時よりも起きてる時の方がカロリー消費するじゃん。だから全然カロリーを摂取してないのにどんどん寝ないで消費してったから、だから多分急激に痩せたんだと思う。多分ものの10日ぐらいで多分7キロぐらい痩せたと思う。急激に痩せました。で 66.5kg が今朝測ったらあれだよ、もう 59.6kg とかだった。関慎吾って誰なの？ YouTuber の、まあニコ生やってましたね。もともとニコ生がやってて、まあ YouTube とかに結構転載されてるんですよ、その僕がやってたやつを。まあ今結構ふわっちとかやってるんですけど、ツイキャスはそんなにやったことないんで。筋トレしよう、筋トレか。やばいやばい、髪の毛が、髪の毛が